阪急電鉄路線図新報線とは、阪急電鉄において、神戸本線、宝塚本線をまとめて呼ぶ、際の故障である。神戸本線、宝塚本線に属する支線を含めた、路線群を指し、京都本線系統の路線とを区別する言葉として、用いられることもある。もともと現在の京都本線や千里線、嵐山線は、京阪電気鉄道の子会社であった。 新京阪鉄道が建設内市は買収した路線である。その後まもなく新京阪鉄道は京阪電気鉄道に合併されるが、戦時統制の一環として、陸上交通事業調整法に基づき1943年に宝塚本線、神戸本線系の路線を建設、運営していた阪神急行電鉄と京阪電気鉄道が合併して、 京阪神急行電鉄が発足した。戦後になって、経済民主化の方針から再び、京阪電気鉄道を1949年に分離することになったものの、元、新京阪鉄道の路線は、京阪神急行電鉄に留まったことで、現在の形になった経緯がある。そのため阪急が自ら建設した路線とは、路線規格や車両、河川電圧、 伝送品など様々な面で異なり、結果京都本線系統の路線を、宝塚本線、神戸本線系統の路線と区別して呼ぶ習慣が生まれ、後者の総称としてこの後ができたと考えられている。もっとも、新法線の後ができた頃は、宝塚本線系統と神戸本線系統とでは、車両規格も異なっていたが、現在は統一されている。新法線用、 8000系床下機器は、東芝製京都専用。8300系床下機器は、東洋電気製造製路線規格については、新方線を軌道法に基づく軌道から、地方鉄道法に基づく鉄道に変更することで、京都線と統一している。河川電圧も、新方線を 1500V に昇圧することで、京都線と統一している。 かつては京都線と車両限界も異なるため、同一形式の台車も構造を変えていたりした。車両保守はかつては新方線が旧西宮工場、京都線が小尺工場で行われていたが、小尺工場の拡張と西宮工場の廃止により、全車両を小尺工場で保守するようになった。この工場が別々だった1950年代前半に、 導入されたカルダンモーターは当時すでに半球、京半の分離後ではあったが、新方線では WN ドライブ方式、京都線では中空軸平行タワミ板方式がそれぞれ採用された。新方専用新造車両は現在も WN ドライブ方式を採用している。京都専用車両では中空軸平行タワミ板継手に変えて新たに開発した。 TD 次手を 5300K から導入した。ただし、新法専用の 9000K は、WN ドライブ方式と TD カルダン方式が混在しており、京都線でも2009年まで在籍していた 6300K6330 回は、WN ドライブ方式を採用していたほか、9 3 0 0系は2017年から2018年にかけて、全車、 WN ドライブ方式に改造され、8300K は2018年以降 TD カルダン方式から WN ドライブ方式に改造された編成が登場している。この他の文化的なものとして、優等列車の種別行き先看板の掛け方が、新方線と京都線では異なっていた。これは、行き先表示装置を装備した車両の普及により、種別行き先看板を使う。 優等列車の運用がなくなる形で統一された。看板をかける金具の私有も新方線と京都線では逆になっていたが、5300系の途中より新方線式に統一され、後に京都線の従来車両についても順次改造がなされ、2001年に5300系5301回が改造されたのを、最後に運用レベルでは統一が完了している。 同じく文化的な違いとして、路線に対して左右方向の故障が、新方線では、神戸本線を基準として、山側、浜側となっている一方、京都線では、東側、西側とされており、車内でも統一されていない。運転台機器においても、5000.51005300K 以前で採用されている、通販ドル式では、マスコンの電源操作が新方線が、 カギ式、京都線が逆転ハンドル着脱式となっている。ワンハンドル式では統一されたため、ツーハンドル車の廃止をもって、マスコンの電源操作については、統一が完了する見込みである。運転台機器のメーカーも新方線では、東芝製、京都線では、東洋電気製造製と分けられていたが、9 3 0 0系9 0 0 0系以降から、東洋電気製造製に統一された。 また、車番の違いは5300系から、新方線式の例始まりに、床下機器の配置は5100系から、京都線式に、それぞれ統一された。特に5100系は、阪急で、最初の量産型冷房車であるがゆえに全線、共通運用が重要視されたことに加え、旧二工場の統一も重なり、設計段階の車両使用統一へ大きく進む、契機となった形式である。 実際、5100系は、運用開始当初は、京都線でまず使用された。また、旧性能車については、窓枠の塗色区や車体線等にあった、種別等の設置位置とと基部の点地に、違いがあった。このように都市付きを経る中で多くが統一されてきたが、現在でも京都線系と宝塚線系、神戸線系とでは違っているものがある。特に車体サイズの違いについては、 京都線の車両は、新方線の車両よりも幅が広く、新方線の車両限界を超えてしまうので、京都線の車両が新方線に入れないという事情がある。ただし、これについては、新方線、京都線の歴史的経緯によるものではなく、京都線の車両が、大阪市営地下鉄堺筋線の規格で、建造されているためである。実際、1950年に建造された810。 京都710系を機に2300系2800系までは車体サイズを統一していた。新方線の車両は現在もほぼこのサイズで建造されているが、京都線の車両は堺筋線側の規定に沿った車体サイズで建造されている。なお、京都線特急車両の6300系については堺筋線への乗り入れはしないが、 坂筋線へ乗り入れる他の京都専用車両と同じく幅の広い車体にすることで広い車内空間を実現している。また、客室窓の段数も新方線、京都線の差に挙げられることがあるが、新方線の550系、京都線の P-6 と200系、700系のみにガン段窓である他は、P-5 も含めてすべて一段窓である。ありがとうございます。